うおお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 そしたら、あ、イソギンチャク？やば！え？なに？ワカメ？出たー！ホタテだー！来たー！ラコスケ来たー！来たー！ラコスケ来たぞ！今取ったホタテちょうだい。どうぞ。あ、ほんとだ！ホタテをくれたお返しにレシピと交換しといたのね。そのレシピに欠かせない真珠、たまーに海の底に落ちてるレアな材料、僕も探しておくから、見つけたらまたホタテと、交換してあげると。なるほど。一言、はい、スーパー、偶然の中のわずかな秩序が数学である。なのね。わけわからん。当たり方よ。待って、ラコスケ外にいるんだけど。かわいい。ラコスケ外で泳いでんだけど。かわいい。あ、ホタテ来た。来たー。横でも来るよ、みんな。横でも来た。どうぞ。はい。話しかける優しさもあれば、そっとしておく優しさもある。なんなんだよこの人。何を知ってんだよ。なんでちょくちょくなんかいいこと言うの。はい、一言言ってください。一発屋とベテランの違いとは、流行が回帰することを理解しているかである。なんなんこの人。どういう立場で言ってんのこの人は。ねえ、一言言ってもいい？怒りあるところに芝あり。はい、いいこと言いますよ。ごちそうを包んで腹を隠さず。いろんなジャンルの深いことを言うね、君は。ね、もう去り方も面白いよ。もうダンディ坂野みたいな吐け方するんだけど。一言、はい。すげえわかる。褒めた途端に過ちを犯すのが人間の愛らしさであると。いや、この人偉人だろ。なあ、すげえ経験してんな。どうぞ、お願いします。素晴らしいですね、本当に。いや、間違いね。協力してくれと脅迫されても協力好きになる。エテキチやればラコスケだ。エテキチやでーな。すいませんね。すいません。え、俺これなんて言った今。さっきなんて言った名言。世界一の暑さも世界一の寒さも世界一なら自慢になる。おー、おお、ん？いやー、これほんと大変。さあ、私に今こうやって病んでいる私に一言
勇気づけられる一言くれ。お願い。流行を作り出すのは決まって流行に流されない人である。ふけー、もう深海ぐらいふけーな、この人の言ってること。わかんないですね。